ただいまより勝ちました敦賀気比高校校の栄誉をたたえ同校の校歌を演奏し校旗の掲揚を行います。放送席そして場内の皆様、勝利インタビューです。2年連続決勝進出敦賀気比高校の東哲平監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。優勝した、去年に続いての決勝進出、今日は苦しい展開でしたが、どういうふうに振り返りますか。そうですね、今日ちょっと先発の上加世田があんまり良くなかったので、その分打線がしっかりと、点を重ねてくれたので、なんとか最後、勝ち切れたのは良かったかなと思います。エースの上加世田投手が、珍しくフォアボールもちょっと重なるような状態でしたけれども、その中で勝てたということの価値、改めてどうでしょうか。選手一人一人が本当に、勝利に向かってね、しっかりと戦ってくれているので、この1勝で満足せずに明日にしっかりとつなげてほしいなと思います。バッティングのお話もありましたが、これで3試合連続の2桁ヒット、3番の春山選手にはホームランもありました。バッティングの好調、どんなところが具体的に良いでしょうか。みんな積極的に振っていってくれているので、その分相手ピッチャーもプレッシャーになっているのかなというふうに感じています。明日は秋2年連続優勝に向けて星稜高校との一戦です。この後選手たちにはどんな声をかけようと思っていますか。まだ本当にね、あと1試合しっかりと勝ち切って、福井に帰っていい報告ができるようにしたいなと思います。おめでとうございます。ありがとうございました。敦賀気比高校の東哲平監督でした。ありがとうございました。続きましてキャプテンの上加世田来輝選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。去年に引き続き今年は最上級生として、そしてキャプテンとして決勝に進出しました。まずここについてどんな気持ちか聞かせてください。もう初戦の時からもう僕たちは死に物狂いでやるだけっていうのをみんなで言っていたんで、もう何としても勝つっていうことをみんなで意識しながらやってました。今日は今大会で初めて先制をされる展開になりました。自身の調子もあったと思いますが、チームの雰囲気などはどうでしたか。もう自分がどれだけ点取られても、お前はもう頑張って投げろって、俺らが点取ったら大丈夫っていうのを毎イニング選手の方から言っていただいて、もう自分が何とかするしかないという思いで投げてたんですけど、もう途中のところで大量点取られてピッチャー降板っていう不甲斐ないピッチングをしてしまったんで、もう何としても9回は0に抑えるっていう気持ちでマウンドに立ちました。9回は改めて上がってピシャリと抑えたと思いますが、明日は決勝です。どんな思いで臨みたいですか。もうここまで来たら自分たちの野球をやるだけなんで、もう特別違うことをするんではなくて、いつも通りの自分たちのプレーをしたいと思います。ありがとうございました。明日も頑張ってください。おめでとうございます。敦賀気比高校のキャプテン上加世田来輝選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。インタビューは以上です。